般のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは、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 はい、こんばんは、はい、こんばんは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 、はい、こんばんは、はい、こんばんは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 、はい、グレートさん、こんばんは、エクルさん、エクレさん、きなこもちさん、あおいくん、プラスさん、白豆さん、ハートさん、モスンさん、カーステラさん、サイキさん、ひさきさん、スンさん、中陣さん、マムさん、キカイオンチさん、マッサンダゼイさん、ドライフルーツミックスタックさん、YTKD さん、ネコマンマさん、ユリさん、ソアさん、サン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 さん、マロンさん、スタチオロシさん、イトシンさん、ボブラッシュさん、ノイジェルさん、ユリさん、カルビンさん、マヨカズさん、チルさん、AL1CA アンダーバー ALL さん、ガルルさん、イセンさん、クサマさん、リーさん、リンちゃんニコさん、ブルーラビットさん、アーサさん、リーバーさん、アカリンゴさん、カーギラさん、デートスタードリームさん、ネギトロさん、プクプクプさん、キッサさん、032215さん、ニンジャマンさん、アブソリュートさん、フルーツさん、ハッパさん、ブラックガスさん、ユーラリさん、アオキさん、ターククラさん、フクハクリさん、ナリーさん、ソインさん、リズキチさん、ドゥーミーさん、ナーさん、シューさん、AMT、GJ さん、KSHU さん、サキさん、マヨカズさん、ネギトロさん、マミミさん、ナイトボットさん、マナゴンさん、マシロンさん、アンノウンさん、ペキチさん、ソラマメ麦さん、おかゆごはんさん、ガトさん、たくさんたくさんたくさん。ヤッカーさん、リレイクさん、エフネコさん、ピーチカさん、ゆっくりユージ3さん、アーセロラさん、ミントスさん、伊勢さん、サルオくんさん、フリカケさん、こんばんは、マロンさん、2ヶ月サブスクありがとうございます。ヤッカーさん、ゴビッツありがとうございます。アーセロラさん、ゴビッツありがとうございます。ムックルフォンさん、こんばんは。テルフォードさん、こんばんは。レインさん、こんばんは。ということで今日はゲームする元気はもうないですね。そんな感じでゲームする元気はないんだけど、最近配信してなかったよね多分、最近ってほど最近してないっていうほどしなくはないんだけど、それでも最近最後にやったのいつだ、6月28日、もう何日前だよ。めっちゃ前じゃんなあ。その前とか26日でしょ。いやだからね、ちょっと、今日は配信してなみたいな、そう、口だけは達者、口だけは達者じゃない、口だけは元気。あぶねえ、勝手にフィルターが暴言に変換しやがった。なんだろう、最近配信してないからか知れないんだけど、 DVD のアーカイブがね、なんか1000回ぐらい視聴されてんの。何なんだろう、俺さらされてんのかな、どっかに。 DVD って実はなんか最近需要あんのかな。これ嬉しい、割とこのアーカイブめっちゃ見られてるっていうのはね、割とね、このなんていうの、俺の心に響いてるから、みんなの気持ちが炎上しかけてる。 あるなそれは、炎上したくねえな。ちょっと漫画家さん、漫画家さんのおかげはあるかもしれない。いや、ねえわ。いや、もう、最速でブロックされてるから、俺がごちゃにさらしといてありがとう。やっぱ気が利くな、緑くん。緑くん、なんだかんだで気が利くからな。そういうとこ、しっかりしてくれるからな。ごちゃにさらされてないでしょ？ちょっと検索しよう。怖え。本当に。もうそういうとこ大事だから。いや、マジでごちゃにだけはさらされたくねえ。今までロールで2回、
え、違う、ロールで1回、ロールで2回、DVD で2回さらされてるわけだけど、もうこれ以上はさらされたくねえ。やっぱ検索しちゃうんだよね。Google でダブルコーテーション、愚痴もダブルコーテーション、スペース5チャンネルって検索して出てくるんだよね、何個か。マジで悲しいわ。DVD でさらされてんのは、ちょっとね、頭を、俺が悪いんじゃない、多分、これは。頭おかしいもん、なんか。文章おかしいもん。なんかね、なんか愚痴はマナー悪いって一回さらされてんのと、あとはなんだろう。なんかの書き込みに対して、お前愚痴だろっていう書き込みがあった。しかもその時間帯、配信してた時間帯なんだけど、まあ、もしかしたら俺が配信中に書き込んだっていう可能性も否定はできないから、まあ、俺は書き込みはしないけど、見ることはある。DVD さらされてるっていうか、名前がなんか載ってんだよね。まあ、箔がついてる。箔がね。残念ながら箔がついてしまった。マナーは悪くないと思うんだけど。マナーは悪くない。いい方だから、俺は。俺マナーいい方だからな、多分。ちょっと一回なんかオルト F4 使っちゃったけど、まあ、仕方ねえ。グッチの DVD の言い方も D きついツバ飛んできてるから、その時はツバ飛ばしてねえから、じゃポップガードしとくわ、もう手で。DVD、うん、おかしいこれ。ちょ、なん DVD って感じ、クレッシェンド DVDDVD だな。確かにその方がいいかもしんねえ。次からそれにしよう。ハマチンさん、ファイヤーさん、ミテさん、MNK さん、こんばんは。ヒロ CP さん、アンコーさん、モチープニーさん、ジャックさん、ナトーさん、キサイチさん、こんばんは。キリンさん、海ほたるさん、こんばんは。大玉さん、こんばんは。デッドバイデイライト配信者、動画投稿者の話題性パート1。いや、絶対書いてくんねえ、おめえら、マジで。本当に頼むよ。絶対書かないでね。もう絶対書かれたくない。俺にも挨拶してる、誰？ミドロくんさん、ミドロくんさん、こんばんは。この人、多分ちょっとマナー悪いな。絶対書かれたくねえ、2ちゃんじゃねえ、5ちゃんには。やだな。今日雑談、そう、こんばんは、チョコさん、こんばんは。今日ゲームする気力はないんで。最近なんか、何のゲームやろうかなってなったら、結局、デッドバイデイライトに帰ってきちゃう。なんか他にいいゲームないかな。別に DVD が十分、違う、DVD が別に結構いいゲームだから、いいんだけど。なんか配信ってなると、あれじゃん、継続的にできて、面白くて、継続的にできて面白くて見てて分かるゲームっていうのがやっぱベストだからな。でもロルって見てて分かんないのにやっぱ人気だよな。ってなると、まあ、今スイッチの上位見ると、フォートナイト、ロル、 PUBG、 ハースストーン、ドーターとかその辺になるんだよね。たまになんか、今なんかニュースーパーマリオブラザー2がめっちゃ上位なんだけど、何これ。あ、なんか、なんだこれ、 SGDQ っていうなんかサミットかなんかで紹介されてんのか。そのせいでめっちゃ見てるわ。スーパーマリオブラザーズ2、ニュースーパーマリオブラザーズ2、ニュースーパーマリオブラザーズ2が出んの。スーパーマリオブラザーズ2じゃなくて、ニュースーパーマリオブラザーズの2が出るんだ。はい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 。いや、これ分かりにくタイトル。新しいフォルダ、カッコにカッコ閉じみたいな。やだな、この名前。誰だ、この名前でゴーサイン出したの。え、これって前のゲーム？昔のゲーム？これ。また新しいのが出んのかな。いや、でも、フォートナイトは、な、やりたいね。パブジーパウダーは別に剥奪されてねえよ。なんでだよ。パブジーパートナーはまだ剥奪、まだとか言っちゃダメ。ちょ、自分が弱気になっちゃいけない。剥奪されないよ、そりゃ。むしろ、これ言っていいのか分かんねえから言わねえわ。じゃあ言うなって話だよな。すまん。いや、言いたくなっちゃった。けど、またイベントの招待来た。
イベントとだけ言えばいいっしょ。イベントとだけ言っても大丈夫だろ。え、てかどん？言っちゃまずいよな。言っちゃまずいから言わねえわ。言わねえ。言っていいよじゃねえよ。そりゃおめえらはどうでもいいだろうな。それどうでもいいから言っていいよとか。もう悪魔のささやきだ。俺がどうなろうと関係ねえんだよ。賞金首違う違う。賞金首じゃないよ。賞金首むしろ全く来ねえわ。まあ、パブジーやってねえし。お前誰だよって感じだよ。いや、すごいんだよね。これ、すごい、何がすごいかっていうと、海外なんだよね。海外、やばくないか？海外でしかも、全部出してくれるって、いや、すげえだろ。行きてえわ。まぁ、あ、ちょっと、期間的に無理だけど。行かない行かない。俺行かない。あの、無理なんだよね。行かないんだよね。ちょっと、行けない。平日だから。行けねえ。すげえ、帰国、そう、帰国できる。帰国できる。やったな。単位があって、そう、そうなんだよね。単位がね。もう一日も休めないから。喋るスタンプ出してて、うるせえ、おめえが出せ。おめえが出せは無茶だ。俺のスタンプとかマジで誰でも出してくれていいから。出してくれてもいいっていうか、俺にもう何か言ってくれたらマジでもう、このサボテンは多分使ってくれていいと思う。いいと思う。いや、多分いいと思う。一回、ね。俺の祖国、メキシコだけどね。いやこれあのパスポート持ってないんだよね。だから結局行けねえわ、うん、みんなパスポートとか作ってんのかな。パスポートってなんか作るのめんどくさそうで、めんどくさそうだし、結局海外とか行かねえしって感じで作らないよね、うん、いらなくないか。多分作っても破って捨てるわ。それは持ったわ。パスポートの作り方調べようぜ。パスポートのレシピ、食べログとか載ってるかな。持ってない。いや、みんな持ってねえだろうな。まあ、俺、そう、ここ違法入国。日本には違法入国できたから。一般旅券発給申請書、戸籍標本、住民票の写し、写真。うわ、なんかめっちゃいるやん。いや、これだけか。あんまいらねえな。え、楽勝じゃねえ、パスポート。脱獄じゃねえ。脱北すんの簡単だなこれ。にちゃんにさらされてたらパスポート作れなそう。いや、そりゃどういうことだよ。にちゃんの影響力すげえな。いや、便所の落書きって呼ばれてるとこだけど、便所の落書きにもそれほどの影響力が出たら誇らしいよな。どこの誰が書いたか分かんないもので。たまらねえ。パスポート取る配信する。あ、いいね、それ。車載配信でね、まず行って。いや、今日マジめっちゃ長い間運転したからな、本当に。今日あのね、昼からね、てかこれ今日朝起きたのは土曜でしょ、今日。土曜なのに俺、朝9時に起きて、早起きだよな。9時に起きてパン食って、ね、誰かの配信見て、もうそっからやべえぞおめえ。俺今日マジでパリピだったからな。カラオケ行って、違う、待って、3回行ったわけじゃない。ちょっと待ってね、出てこねえ。カラオケ行って、そっから温泉行って、温泉でもうマッサージ、もうやる、もうマッサージ揉みほぐしてもらって、その後焼肉食って今帰ってきた。2時に出発して、1人出ちゃね、1人なわけねえだろお前。寂しいな。さすがにこれ1人はレベル高くないか。いや、多分黙っとくわ。これさすがに黙っとくわ。寝てたわってツイートするわ多分。言ったこと隠して。1人ではさすがにかわいそう。3人ぐらいで行った。3人ぐらいはちょっと、3人ぐらいとか言っちゃうとマジで1人で行ったのかなと思っちゃうから、3人で行った。セレブすぎんって。いや違う、ちょっとね、これちょっと言っちゃうとあれなんだけど、なんか
ちょっとめっちゃめっちゃしゅめっちゃね、あの社会人のお友達がなんかすごい今日ハーブリ良くてめっちゃ出してくれたから、本当にいやめっちゃありがたかった。波数は出した、さすがにさすがに波数は出したから、波数は出した、うん、多いじゃなくてね。いやね、あのいやてか今日俺初めてマッサージしてもらったの、マジで感動した、すごいすごい感動した。あのうつ伏せになって全身をなんか揉みほぐすわみたいなことをやってもらったんだけど、いやすごい良かった。俺なんかね、足がなんか死ぬほど凝ってたらしい。やっぱデスクだから、やっぱりずっとデスクっていうか、まあデスクか、これデスクだ、テーブルじゃねえもんな。で言うたら今もデスクだから。これで友達にお返ししてあげて。ガニーさん100ビットありがとうございます。これでお返しして も多分ハスになっちゃうんじゃないかな。結局はね、お前、いやもっとくれって言ってるわけじゃないからね。お前作り方で違う、あのデスクに座ってるとやっぱそのなんかあの右肩と足がやばいってめっちゃ言われた。ファーストコンタクトで、あ足やばいですみたいな。で机に座ってるわけじゃねえよ。日本語って難しいな、日本語難しいわ。机に座ってるじゃん普段から、ずっとプログラミングとかしてるわけだからな、上げ足取り放題だな本当に。こうそういう人があるぞみんな。サボテン揉みほぐすそうだよ、フリーハグだからね俺、めっちゃ刺さるからな。そう L みたいな座り方してるからね、デスノートの。もう今もねデスノート L みたいな座り方してるから、うん、でも俺ね凝ってんのかな。でもいやでもすごいなんかほぐれた感じあるわ。もしほぐれてなくてもなんかそのマッサージしてもらったっていう事実ですごいほぐれた感じあるから。いや温泉行ってさ、その温泉で入った後にマッサージしてもらったから、そのマッサージしないとめっちゃ汗かいて、今また風呂入りたいんだけど、今日朝も風呂入ったから今日1日で3回風呂入ることになるんだよね。やばいなこれ、静かちゃんじゃん俺。いや本当にみんなどこでもドアで遊びに来てな。マッサージしたのは男の人だよ、うん、俺カバン持ってあの入って、まずまあ、第一声で言われたことがすごいですね、そのカバンだからね。俺のカバン知ってるかな、あのポケモンのカバンなんだけど、うん、今日暑かった、どうだろう今日暑かったのかな、わかんねえや、まあ、暑かったか。いやすげえなんか俺ずっと窓開けて車走ってるから、まあ、涼しかったわ。ちょ田舎だからね、今日夜帰ってくるときめっちゃ怖かった。すごいあの知らない道通って帰ってきたから、真っ暗で何もねえの、街灯すらねえから、ハイビームでねブイーンって、ハイビームにしてることをあのたまに対向車来るけど、ハイビームにしてることをあのすれ違った後に思い出すのをマジで申し訳なく思う。本当に言葉を借りて謝罪したい。あのハイビームですれ違った方は申し訳ありませんでした。お湯ちゃんと飲んだ、うん、お湯多分俺が飲むことを見越してて、あの看板になんかここはなんか飲めるやつじゃないですみたいなこと貼られてたから、さすがにその言いつけは守って飲まなかったけど、あのシャワーしているときになんかちょっと塩の味したんだよね。何なんだろうね、海水温泉だからかな。美味しかった、そば湯って分かんないけど美味しかったよ、すごい簡易的な。うち友達なんて呼ばれてるの、なんて呼ばれてるか言ったら俺の本名バレねえそれ。いいけど別に、よくはねえわ。いやでも俺普通にうん、いやいいやもう。特定するぞっていいよ、俺めっちゃ遠いとこ行ったからね今日絶対特定されねえ。マジでもうすんげえ遠いとこ行った、いやすげえ遠いって事実で特定されるかもしんないけど、めっちゃ遠かった。海沿いの温泉、そんなあ海沿いだからかな、うん、
いやすごい塩の味した。サウナ入んなかった。片道何秒、秒換算しなきゃいけないのか、ちょっとめんどくせえな。じゃあ後でね。アルタさんこんばんは。本名から取った。いや俺あだ名ないもん、呼びやすすぎて、名前呼びやすすぎてあだ名がないっていう、悲しみを背負ってる、悲しみを背負ってるよ俺。上の方下の方かで言うと、上の方、名前がないわけねえだろ。名前ねえのにどう呼ばれてんだよ、無名。名前、うん、草津温泉、そうそう草津温泉、橋渡った、何回か渡った。いや別に特定されてもいいよ今日行ったところは。山口くん、山口言いづらくねえか普通に。てか俺のハンドルネームがその山口くんから取ってるみたいじゃん。名前にくん付け、俺くん付けされないよ。そんな可愛らしい雰囲気出してないし、ちょっとあだ名つけてくれる人がいなかった、なんか悲しい解釈するね。確かにあだ名つけてくれる人がいない。あだ名一回あったわ俺。ポリスって呼ばれてたことあるわ、ポリス。やっぱ治安守ってそうなのかな、その正義感にあふれてるとこあるしな。なんでポリスだったんだろう、まあ、よくわかんないけど、うん、俺すごい嫌だったそのニックネームが、すごい嫌だったけど、まあ、正義感にあふれてそうでいいよね。なぜって俺が聞きてえよ。取り締まられそうだからポリスってどういうことだよ。泥棒じゃん。ジョイポリスって何っていいのかな、ちょっと待って。ジョイポリスなんだ普通に。ジョイポリスね、ジョイポリス知ってるよ。ジョイポリス楽しいとこだよね、あるよねやっぱり。やべ、ちょっと田舎バレする。ケイドルうまかった俺、足遅いよ普通に。あでも高校で 50m 走測った時は割と人並みになってたな。小学校の時とかマジでなんか10秒とか本当に悲しかったもん。 100m? 100m だっけ測んのって。え 50m じゃないっけ、 100m か。 100m も測んの、 100m も走りたくないわ。50じゃない、50だよな。俺あれだけ自信ある、上体起こしだけ頑張った。上体起こしと反復横跳びだけ強かった。上体起こしと反復横跳びと、ボール投げも強かった。温泉大体分かる、あ分かるよね。でも、まあ、大体どこ行ったか分かるよ。すごいかっこいい名前してる温泉行った。特に後半の名前がかっこいいんだよね、その温泉。なんか、あすげえって。ちょっとシャトルランは、いやちょ言っていいか、持ってると思われるかもしれないけど、俺シャトルラン100回すごくない、すごいでしょ、すごいよね。はいすごい。じゃんって、でもこの話はやめよう。ちょマウント取られる、生きったやつらがマウント取ってくるから、もう腹立つからやめる。運動できないんで、いや俺すごいでしょ。もう無理だよ、絶対無理だもん。シャトルランの発音変、シャトルラン A ランクって何、そんな評価あんの、わかんねえや、知らんけど。 100回は行った。お前の同級生いたらガチで見バレそうなほど個人情報もらえすなんて、おいおいにわかかよ、にわかかよ。俺の同級生、大体俺が配信してること知ってるし、俺のハンドルネーム知ってるし、言うたら俺のツイッターアカウントとか見られてるし。てかおめえの YouTube 動画見たけど、お前剣わかんなすぎだろとかなんか言われたし、うん、サブスク、プライムでサブスクしとくわとか言われたし、一つ、しかもちょっとびっくりしたエピソードがあって、俺の友達今日も一緒に温泉に行った友達は、なんか後輩に俺の名前がじゃあ仮に五十嵐だとしたら、五十嵐先輩ってどんな人なんですか、よく聞くけどって言われたら、よく聞くけど五十嵐先輩どんな人なんですかってなんか話したらしくて、愚痴つぼって答えらしくて、
うん、それだけだとはーってなると思うんだけど、いやそのなんか後輩がラッター知ってるらしくて、そのラッターのあの愚痴つぼみたいな、うん、怖え、世間は攻め、それガチでマジ見バレ、いや言うたら今見てるかもしんねえ、ちょ見ててもあのバラさないでください、その後輩俺誰か知らないけど、うん、バラさないでください、あの学校とかもろもろ全部バラさないでくださいねってことで、そんな見てないと思うけど、いや怖えよ本当にマジ怖え、うん、個人情報がやばい、割とちょっとリテラシーないからな、ネットリテラシーない、俺は反面教師にしてほしいみんなには、うん、見バレってしたくないもんなのやっぱり、俺なんか割とどうでもいいかなってなる、実際めちゃくちゃ反面教師になるってでしょ、うん、そういうとこからやっぱ治安を守る正義感の強さ、これがポリス、安全じゃないからねこの国もって、まあそうか安全じゃないか、まあやっぱ法律なんてな合ってないようなもんだからな、いじられんのきつくない、別にいじられんよ、別にいじられん、別にいじられないけど、別にいじられないけど、あのたまになんかその虎の胃をかるじゃないけど、なんかそんな感じで言うスネ夫みたいなやつは一人いるから、うん、まあ、それはちょっとムカつく、なんだおめえはなるな、今見てたらおめえマジでやめてくれ本当に、おめえ YouTube で見てるもんな、だから大丈夫。俺静かちゃんでそういうスネ夫だから、ね。ドラえもん界隈多いな。言われしてあることないことで内定取り消しというシナリオ、まあなくもねえな。いやなくもなくねえわ。だって俺まっとうに生きてるじゃん今配信してる時も。悪いことしねえもん。家にピザ送ってもらってリスナーとパーティーしよう、いいね。なんかよく質問箱でたまに来るけど、ぐちそうさんもなんかイベント開かないんですかって、ね、よく質問来るけど、俺は絶対開かないからね、これだけはガチ言っておきたい、俺は本当に開かねえ、俺が開いてもあの悲しいことになって終わるからマジで絶対嫌だわ。あで誰か来んのかな、いや来ても困るわ、やめようこの話は。でそう、俺今日ね、雑談配信するって、まあ、決意を固めた、まあ、その、まあ、話題に、ね、尽きることがもしあったら、まあ、質問箱答えようと思ってるけど、質問箱は、まあ、最近質問箱全部返せてなくて、今質問箱の質問800件ぐらい溜まってるのマジで申し訳ねえ、いつか返したいと思うけど、まあ、多分これ減ることはねえな、多分溜まることは溜まるけど減ることはねえだろうな、マジですまん、返せねえ。大人気コーナーだよな。じゃあ俺開くわ。わかった。じゃあ漢字頼むわ。ドタキャンするかもしれない。住所特定は嫌だよね。住所特定されても。でも割となんか配信してる人って住所特定されてもなんかまだやってる人とかいるよな。有名どころでも。ちょっと返したら質問箱入れとこうって、そうそう、ちょっと消化しようと思って消化したらなんかニョキニョキニョキって入ってくんの、嬉しいけどね、全部返すわけじゃないから俺もあんまり返さない質問もある、まあ、何個か入れてる人だとなんか多分あこれ返してくんないんだみたいな分かると思うけど、あてかそうだ、ちょっとあのこの質問にあったんだよな、これちょっとはっきりさせてもらうといけないってやつが、ラッターのオフィーウェイ行くとき、俺行くんだけど、知ってると思うけど、行くんだけど、いや差し入れしてもいいですかって。いや、どうなんだろう。わからん。ってことで、また後で確認取っとく。
出て、いやもういいっすよみたいな、いやもうみんな持ってきてくださいよって言って、まあ、それがニコンとかならいいんだけど、まあ、もし俺まあやっぱ大人気だから、まあ、170個くらい来んじゃん、ってなると持って帰れねえよなって感じで、そうてかラッターの日々だからマジで分かってんのか分かってんのか、いや分かってると思うけど、26の靴プレゼントする、ありがとう、いやありがたくもらうよ、ありがたくもらう、メルカリはアンインストールしといてくれよな26と指しか入らなそうって、いやそんな俺26センチ指なの、残りの3センチでこの辻踏まずからかかとまであるわけキメエイリアンだな、靴プレゼントされてどうすんだよそれが、いや靴とかプレゼントされてもさ難しくね、靴とか服とか絶対趣味で選ぶじゃん自分で、あんまプレゼントされたくないよな、いやそれすごいセンスいいものだったらもう欲しいけど、いや どうすんのガオレンジャーの靴とかだったら絶対履かないよな、でも履かないと申し訳ねえしな、多分一回履くな、たこ焼きかお好み焼き食べて帰ってくださいって、まあそんな珍しいっていうかそんな遠くないから、別に食うけど、てかそうだ名刺、そう名刺多分配りたいんだけど、現人に作ってもらったこの名刺、あさてか前回もらった名刺とか俺持ってるからね、これみんな名刺のデザインすごいもんな、しっかり凝ってる、サインくださいサインくださいとかちょっとマジでやめてくれよ、俺がサインとかマジで本当に落書きやぞそれ、マジで何回も言ってるけど俺のサインとか落書きだから、お前す何の価値もねえよ、あーこっからあれね、なんか有名になれる、なれるかもみたいな、そういう未来にかけてくれてんの、名刺ねこれ現人に作ってもらった、これっつっても見えないけど、いやすごいいいよねこれ、すごいこれ、ちょっとマジであと何枚あるんだろう、あちょあと20枚もねえわ、ああるわあるわ、めっちゃあるわ、あめっちゃあるめっちゃある、50枚ぐらいあるわ、これマジでばらまくから、ばらまくっていうか配るから本当にもらってほしい、よしいいね、ちょっと名刺も準備したから、サインの準備いやいらねえいらねえ、サインとか求められても絶対書かないから、恥ずかしい。ひらがなで愚痴つぼって大きく書くぞね。もうそれでいいなら書いてもいい。サインとか俺がサインとかちゃんちゃらおかしいわ。手形手形はちょっと悪用されそうだから、やだわ。iPhone の指紋認証されそうだから。ちょっと。ね、変なツイートされて炎上して俺のこのツイッチ人生終わりっていうシナリオ予想できた、マジそれその手には乗らねえからな、はあてかオフ入れかやだな、ちょマジで刺さないでくれよみんな包丁は包丁やめてくれよ、いや俺町会議って俺行く何日前ぐらいに行きますって言ったっけ、それ覚えてんだよね、どんぐらい前にいたっけな、まあそれなのにあの多分ね行ったのが1週間前ぐらいだったっけ、1週間前3日前ぐらいだっけ、3週間前に行ってたっけ、まあちょっと行ったのかな、いやすごいなんか嬉しかった、手紙もらえたのがめっちゃ嬉しかった、これめっちゃ嬉しいよね。本当に。この絵もね、もらったやつ。
いや、いいな。いや、このね、この手紙くれた方のね、あのすごい嬉しいとこが、このって言ってるけど見えないよな。もらった絵前見せたじゃん、なんか顔出し配信みたいなやつあるだろ、アーカイブに。まだ消えたのかな、そろそろ消えてる、あ消えてる、もうそろそろ消えてるのかな。もう消えてるか、俺の顔出し永久に封印された。よし、これすごい良かったのが、この手紙だけじゃなくて、あのうまい棒がねついてたの。うまい棒がついてたの、いやすごい嬉しかった。うまい棒、いやマジで俺とうまい棒は切っても切り離せない関係性だから。それ言っちゃったら今度みんなうまい棒持ってくる。それはちょ、傘がな。すげえ量がちょっと多そうだから、やべえよな。しかもね、そのうまい棒明太味とコンポタージュだから、マジで分かってる。本当に嬉しかった。庶民派ストリーマー、そう、まあ、庶民派だから。絶対誰かスクリーンショット撮ってるって。いや大丈夫、心配しなくても地上絵にされてるから。もうスクリーンショットどこの騒ぎじゃねえから、その辺は大丈夫かなと思いますけど。大丈夫じゃないんだよね、これが。いや、でもオフイベでもらったものはね、美味しくいただいた。大体うなぎコーラめっちゃ美味しかった。ちょっと舐めてたわ、あれ飲みたい。またくれくれって言ってるわけじゃなくて、また買いに行こう、買いに行くわ、うなぎコーラ。なんでマジで目つきすごい。いや本当に俺メガネ外したくないもん。コーラ美味しかったよ、めっちゃ美味しかった。普通に美味しかった。俺コカ・コーラより好きかもしんねえ。まあ、うなぎコーラは多分名前で損してるわ。やっぱ第一印象って大事じゃん。中身を知る前にやっぱりね、第一印象が、まあ、先に来るから、ね、内面の一番外側が外面みたいな、なんかあるよね、その哲学者の言葉みたいなのが。結局やっぱりどこに売ってるの、どこに売ってんのかな、それはね知らんけど、なんかあれらしい、あのパーキングエリアとかサービスエリアとかに売ってるんじゃないかな多分、ね、でこれコメント見えなくね、今さらだけど。ちょコメント見えないよな。ちょっとごめん。それこうしとこう。だってこれちょっと YouTube の動画また投稿すんのサボってるわ。悪い傾向。まあ、切り取ってあげるだけだからあげよう。夜のパーキングエリアってなんかワクワクする。いや、わかる。うん、まあ、パーキングエリアに限らずとも夜の運転ってね、すごいワクワクする。本当に夜の運転大好きよ。俺夜と雨の日大好きやもん。わかるって言うでしょ。いや、ね、雨はね特に好き。事故の始まりってなんだよ。別に始まらねえよ。はいになる。そうだよね、うん、はいにはならんけど、それ危ないよ多分。雨の日はね、本当に、車に乗る前までは雨の日って俺すごい嫌いだったんだけど、いやただ濡れるだけだし、ね、車に乗ってる時はすごい、車からね、外見て、雨に濡れてる人が急いで走ってるとか見ると、もうすごい嬉しくなって、最高だよね。それはさすがに冗談なんだけど、なんだろう、なんで車乗ってると雨普通に好きなんだろう、まあ、よくわかんないけど、いやすごい好き。なぜ好きかって言われるとなぜだろうって感じ。小雨って濡れたくならない。いや濡れたくならないよ別に。濡れたくなる。
小雨、俺小雨のね一番嫌いなところがね、あのワイパーのさ、ワイパーってあの手動で一回ヒャーってやるのと、あの自動でなんかフイン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 ってやる2つあんじゃん。小雨だとね、あの自動だとちょっとあの周期早すぎるんだよ。だけどあの手動だとちょっとめんどくさいんだよね、何回もやるの。でそのそめん、そういう、そういうとこめんどくさいから、どうせならもっと降ってほしい。じゃなんかなんだろう、あのその水がついてない時にワイパーやるとなんかブレードが傷つきそうでちょっと嫌なんだよね。いやあれ大丈夫なの、乾いためにワイパーってやっても大丈夫なの。いや細かすぎなくない？これわかんない、わかんない、みんなもしかして俺だけか。悪い、自動の一番周期遅いやつがあのちょっと早いなって感じぐらいの時が一番嫌なの。落ちてきたた、落ちてきたた雨が車に打ちつけられて車内に反響する雨の音とても好き。あーコン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 ってやつね。いやすごいいい、やっぱ雨はいいわ、風情がある。まあ、風情は別にいらないけど、いや今日露天風呂行こうってなってる時に雨降りそうだったからちょっとビビったけど、いやよかった降ってなかったから。さすがにね、雨に濡れながら風呂には入れねえよ。お風呂に入ってるのは濡れてもいい。いやそういうことじゃなくてな、いやだって雨って汚いでしょ。雨ってなんかすげえ工業排水みたいな、はい工業排水は違うけど、なんかすげえ嫌じゃん、なんか気持ち嫌じゃん、汚そうだから嫌だよ。あてか屋根あるか、どうそういや、じゃあ大丈夫だわ、屋根あるならいいや。確かに風呂入ってるから濡れてもいいか。俺サウナね入んない、暑くないサウナ。サウナの俺良さまだ知らないわ、ちょっと子供だからまだ。サウナってどうやんのあれ、47度とかでしょ気温、やばくない、砂漠じゃん、ね、あれは修行なの。俺はい、俺ねサウナ入ってあの扉開けて一歩入って暑いわって言ってもう出る、もうそんぐらいサウナマジで無理あれ。でも俺はまだ分かってないだけだと思うけど、サウナねちょっと怖いわ、なんかすげえ怖い、やっぱ暑いし脳の血管縮めんの、あれ縮むの、やだろう。でも縮んだ方がいいのかな血管って。最近なんか割と慢性的な頭痛に悩まされてるんだけど、どうしたらいいんだろうね、血管を縮めるのがいいのか、なんか流すのがいいのか。水風呂、そうなんかサウナ入って水風呂入ってってやるんでしょ、いやー怖えわ、水風呂と交互ね、うん、梅雨だから。梅雨ってやっぱ頭痛になるの、なんでなの、低気圧だから、あの俺の脳内が高気圧だからそのバカストになるみたいな、やだよね。だから毎日なんかエナジードリンクとか飲んで紛らわせてるわ。あのやっぱカフェインって効いてる感じするよね、バファリンもカフェイン入ってるでしょ、だからエナジードリンクも頭痛に効くじゃん、だからまあエナジードリンクは欠かせねえ。毎朝レッドブル飲んで、まあ、気分によってはライジンやあのモンスターエナジーも飲むけど、いやすごい頼りになってるわ。心臓爆発して死ねそう、いや怖いよね本当に、血管がどうなってんのかなっていうのが怖い。俺絶対血管ドロドロだもんね、やだわ、食生活とかやばいしな。でも俺血液検査したくないんだよね、血液を検査してほしいけど、あのそのなんかどうにかして検査してほしい、注射してさあの血抜くじゃん、あれマジできつい、血がなくなるのとその血を見るので気絶しちゃうから本当に
前マジで血抜かれた時もう気づいたらベッドだったから怖えよ。玉ねぎ食う、じゃあ玉ねぎ食うわ毎日ボリ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 。モスバーガーのオニオンリングでいいか。カフェイン効くってことは変頭痛かもしれない、まあ、どっちか分かんないけど、うん、献血が絶対無理で俺って注射とか無理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 でしょ。本当に本当に無理。いやもうマジでもう思い出しただけでマジで無理だわ。いや本当に無理。天敵って刺すんだっけ針。天敵も絶対無理だよな。本当に嫌だわ。天敵って刺すよね。いや無理だ。あーやば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 い。無理じゃん。刺しっぱでしょ。いや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 、犯罪犯罪。あんなことがまかり通んのかよ。天敵やるぐらいならマジでもう朝バナナ何個も買ってきてもらうわ。もうそれもう飲み続ける。 DVD よくて、いや DVD 痛くねえもん。 DVD 痛くねえだろDVD と注射は比較できないよさすがに。痛いの、うん、痛いの無理。痛いのも無理だし血を見るのも無理。え DVD あれ血じゃないじゃんあんなん。 DVD はマジでコメディだから、ギャグゲーム。本当に面白いやん。血圧でも俺最近測ってもらったんだよな。あの一回すげえインフルかなと思った時、39度出た時に病院行って血圧測ってもらった。なんか大丈夫そうだった。特に何も言われなかったから。何も言われなかったってことは大丈夫でしょ。39度あってで普通になんかなあ風邪だったわ。その風邪ひいてる時の夜がマジで苦痛なんだよな。病気してる時の夜、なんか病気してるとさ昼間とかずっと寝てんじゃん。ってなると深夜寝れないんだよね。でその深夜寝れないと永遠になんかすごい朝なんかずっとなんか起きちゃってて永遠に朝が来ないし誰もいないしで寂しくなっちゃって、でそれで俺めっちゃなんか過呼吸になって右手と左手が動かなくなったマジ焦った。本当に右手と左手がもうピーンって張ってしびれて動かないの。マジで怖かった。いや本当にマジで寂しがりかもしれない。寂しがり屋さんだから本当に怖かったな。あれ一瞬で目覚めたわ。手動かなくなってやべえって、なんかしびれててやべえなって思いながら水飲んで終わった後に手がしびれてんの、動かないの、やべえよ本当にびっくりした。あんな経験初めて。手動かせねえの。動かすと痛いし、自分で動かそうするとあの操作しようとするとマジでびっくりした。俺ウサギさんだからね。金縛りじゃないよこれ。金縛りじゃないでしょ。しびれてたよ。麻痺してた普通に。まあでもいやマジ過呼吸には気をつけよう。でも寂しくなんないの逆に深夜。まず病気になってる時の深夜3時4時頃地獄、誰もいねえし、しかもなんか3あの朝来るまですげえ長いし本当に寂しい。ガチで過呼吸になった。いや過呼吸になった原因があの多分ね、あの俺寂しくて、あのなんだろう、寂しくてあの誰かに構ってほしくて、ああとかああみたいな声を定期的に上げてたせいかもしんね。いや寝れないし、うん、いや本当にちょっと構ってちゃうみたいな。やるよこれ絶対やる、絶対やるからみんなもやってくれ。いや本当に寂しいわ。
過呼吸とか俺初めてかもしんない過呼吸ってなんだよって思ったけど、いや過呼吸ってなんで何がいけないんだよ過呼吸。血液が正常よりもアルカリ性となるか、あーそういうことよくわかんねえけどアルカリ性になるらしいわ。みんな知ってるかアルカリ性って。でも怖いよ過呼吸は、うん、アルカリ性だよアルカリ性アルカリ性か俺家庭教師やってるとさ、なんか5教科教えないといけないじゃん。国産リーシャ A。 俺英語と社会の時はすげえ饒舌なんだけど、理科と社会の時だけ、違う、英語と社会の時だけ饒舌なのに、理科と数学の時だけやけに黙っちゃうの。最低限のことしか喋んなくなっちゃうの。絶対バレてるよな、これ。俺、理科教えれるほどできないってことバレてるもんな、絶対。これなのに理系の学校行ってたかな。なんだろう。いやマジ理科とかもう絶対覚えてないよな。ほんと家庭教と塾校はくそって、ほんとに家庭教師と塾校とかマジでいいとこ選ばねえと。家庭教師と塾校を選ぶときにどう選ぶかっていうと、求人をねまず見るというのが大事だと思います。ってことでね、家庭教師は5教科を教えないとっていうか、その家庭教師ってね、割と柔軟に対応しなきゃいけないんだよね、その塾に比べて。だからテスト前だから来てくれますかみたいなこと言われるから、ああいいっすよみたいな。やっぱ俺やっぱそういうとこあるから。そうで、テストのなんか最終日の日しか俺都合が合わない時とかあって、その日教えたのが理科と技術で、俺最初理科教えてたのね、化学式とか。まあこれとこれは、まあ、こうなんだよね、まあ、これ覚えた方がいいみたいなことを、まあ、本当にすげえ適当なのね、もうこんな感じで、もう教科書見たら分かるわみたいなことを、教科書を読み上げてくれる棒読みちゃんみたいになってたもん俺。で技術の時、今回なんかテストの範囲がね、あれなんだよ、メモリーとかハードディスクとか、そのインターネットとかそういうやつだったから、マジすげえ喋りだしたの。いや絶対バレてるわ、こいつオタクやんけいやー怖いこいつオタクやんけってこれね、これ記憶媒体なんだけど、これはなんか補助記憶と、まあ、主記憶ってのがあって、これは主記憶はランダムアクセスメモリーとかメモリとか、まあ、呼ばれてて、これが、まあ、例えばなんだけど、これ机と本棚の例えよく言うんだけど、これが机でハードしか本棚みたいな、これめっちゃ喋んのこいつめっちゃ喋んじゃんみたいな感じで思われてたのかな、恥ずかしい。でもやっぱ喋っちゃうわ、喋るの好きだから。家庭教師は、で家庭教師俺です、担当の子がねすごい静かな子だから、一方的に喋る感じになってるからね、いいよね。喋るのは好きだけど会話はそんな、まあ別に好きでもない、普通って感じだから。オタク特有の早くちゃったもんな、完全に申し訳ねえわ聞き取れてるのかな、絶対関係ねえもんな。回答へ、これなんか記憶装置って書くとこにこれはなんか補助記憶と主記憶が分かって、主記憶はランダムアクセスメモリーとかいらねえもんな、絶対本当にいらねえ補足説明ばっかするわこいつ。喋るのは楽しいよね、喋るのは楽しい本当に。そうリスナーだったらどうすんって、リスナーだったらすま、女の子じゃない男の子だよ。そういう人大体心の中で何か思ってないんて、いや分かる、怖いわ本当に、絶対思われてるもんね。一人喋りができるけど会話できないって、本当にね、会話はマジで難しい。てか俺知識が足りないもん、しかも知識が足りないっていうのが露骨に出てるから、その会話の中でね露骨についていけてないもん。得意分野になるとなんかめっちゃ早くちゃみたいな、
いやでも会話は本当に難しいわ。会話ってのはもう共同作業だから、そうお互いがそのお互いのことを思いながらなんかやんなきゃダメじゃん。やっぱり普通に喋るだけだったらもうなんかあれだまだって言ってればもう終わりじゃん、終わりだもんね。だから思ったことをそのままアウトプットすればいいけど、会話ってなると思ったことを適切な言い方はどれだみたいな、いやでもこれ今言うべきかなみたいな、相手喋り始めるかなみたいな、相手と喋り始めが3回ぐらい被ったらマジでもういいわってなるから、いいや美容院で無言なんだ俺美容院無言でマジでめんどくせえ、本当に喋りかけてほしくないんだけど、でも喋りかけられるとやっぱ対応しちゃう。プレゼン普通にできるのに質疑応答になったと汗吹き出る別に俺なんか適当にやってるからな。そうだ、適当にやりすぎて、あのなんか卒研のなんかその卒研を質疑応答のせいで後日俺一人でやらされることになったっていうあの過去がある。質疑応答適当にやってたらマジか、後でやらされることなんだから、本当に気をつけてほしい卒研発表する人、あれマジで最後まで丁寧にいっちゃダメだからね。もう卒研のプレゼントとか図にイラストや使ってるからな、マジでイラストや便利だからね、学校さえときは間違いね。10年以上同じ人に切ってもらってるから10年以上同じ人に切ってもらってるやば、10年前から同じ人に切ってもらってるってすげえな、ね、10年の付き合いなのにお互い素性を知らないってなんかすごい良くない？いい関係性だよ、憧れる。その関係性に当たる人が欲しいかって言われれば別に欲しくないけど、すごい憧れるわ。シャンプー中に話しかけてくるの、シャンプー中に話しかけてくるやついんの？普通になんかあれじゃない、かゆいとこありますかぐらいじゃない。それ以外あんま話しかけてこないな。あでも俺割とね、あれだわ、塩対応するから、そのカットの最中に塩対応するから、あーこのタイプねって感じで分かられてると思うんだよ。だからシャンプーまで行くと話しかけてこないのかなっていう。俺かゆいところがないよ、普通に大丈夫ですって。かゆいところ書いてもらうっていうか、かゆいところがねえもん。あるの普通って。別にねえよ、情報屋と殺し屋みたいで、うん、情報屋と殺し屋そんな感じ。背中とか背中はやべえだろ背中はやべえだろ。え、仰向けなってシャワーしてもらってて、かゆいとかありますか。背中って絶対、いや質問の意図汲み取れてないじゃんそれ背中ですかで、かゆいは終わるだろそれ下から手入れてもらうの専用の穴とか開いてんの椅子に マジかいいな、書いてほしいね、うん、水虫かゆいとか知らねえよ、足の裏書いてもらえや、靴脱げやシャンプーまみれしてもらえるよ。俺髪切ってもらうとき、スタイリストっていうの、ちょスタイリストとか言ってなんか気取ってそうに思われるからちょっと和訳しよう。スタイリスト、ね、髪切ってくれる人、俺髪切ってくれる人はあれだわ、男の人がいいわ。女の人にちょっと切られるとおめえに何が分かんねえって気持ちになっちゃう。ちょっと、うん、あ美容師さんね、美容師さん。いや話せなさそうとかじゃないよ、いや向こうプロだから話せるよ、向こうプロだからはあうるせえなうるせえなこいつら、ディフディフディフしちゃわねえよ、ディフディフしちゃわねえようるせえなこいつら、ちょっと話せるよ、いや向こうプロだから
特有じゃねえよ。ああ。オーナーの人任せは元いや、そういうんじゃないから。俺今の髪型すごい好きだから。異性に髪の毛されたらドゥフドゥフしちゃう。あ、ドゥフドゥフしちゃうかもな。高いから俺普段ちょっと触れないしね。プロを困らせるプロじゃねえよ。別に俺別にそんな会話下手じゃないよ。合わせるのは得意だから。ただ自分主体は無理、難しい。担当の人じゃなくて、ね、だから俺が言ってるとこ の, 女の人 の, 美容師さんがね、若い人ばっかだから、なんだろう、若手3年目ですみたいな。しかもなんか女性のなんちゃらかんちゃらお任せみたいなこと書いてるから、あ、これ俺お任せじゃないなって、俺多分お呼びじゃないなって思って、その美容師歴11年の男みたいなやつが一人いるから、なんかそういう11年か知らんけど、まあ、その人に毎回やってもらうっていう。アシスタントじゃないよ、普通に1年前の兵士として、つわものとしてね。長い付き合いだと向こうからいつもですねって言われて、ああまあね、あるよね。なんか俺の場合はなんか覚えてたでしょみたいなこと言われるけど、なんか前なんかね、しばらく会話の後で、今回はこれですよね、覚えてたでしょみたいなこと言われるから、多分その直前で思い出したんだろうなみたいなことをちょっと勘ぐっちゃうけど、わざわざ覚えてたでしょって言うってことは、なんか今思い出したんだなっていう。みんな美容院行ってて偉いな、千円加藤さん。いや、美容院行かないとちょっとね、やっぱりその身だしなみをね、やっぱキリッキリッって感じでね、キリッって感じで。やっぱ大事だし、大事だから一応ひねくれてんなって、うん、まあ、やっぱ京都人だからね。俺は美容院行ってる。床屋ってなんか顔めっちゃ剃ってもらえんじゃん、あれいいよね。行きつけのとこいつも耳切ってくるから困る。耳なし方位じゃん。和尚さんに、和尚さん切ったわけじゃねえわ。あれちぎられたんだと。やべ、ちょっと冤罪。10年以上自分で切ってるらすげえ、やさがいじゃん。俺なんか全部プロに任せたい派なんだけど、言うたらなんか染めるのとかも全部プロに任せても欲しい、ま、任せてもらえ、任せたい。自分で染めるとか怖くね？自分で染める人すごいよね。怖い、本当に。美容院どれぐらいの頻度で？俺1ヶ月ペースだな。1ヶ月周期。自分で染めた人って大体頭緑色なんだけど、何で染めてんの？やばい薬物で染めてんじゃん。いや、そう、自分で染めんの怖えわ。やるな。あ、そう、マッサージしてくれるとこいいよね。耳のマッサージは知らねえけど、どうやんの？耳多分揉んでくれんの。なんかその終わった後になんか軽いヘッドスパみたいなのとか、なんか肩しばいてくれるのとかすごい嬉しい。あ、ありがとうって。でも それが楽しみで行くみたいなとこあるしな。で、俺そう、毛量がやばいから早めにすいていかないときつい。背中割るってどういうこと？背中マッサージしてくれんの？本格的すぎない？専門店です、それ。無に無にって耳たぶん。耳たぶんムニムニされて、それマッサージって主張されても困るわ。マッサージやめて、マッサージよくない？マッサージ俺何がいいんだって思ってたけど、そのキッズ時代は、いやー、必要だわ。特にこうやってずっと座ってる民からするとマジで大事。太ももとか俺すげえやばいらしいな、マジ本当に凝り放題。梅雨の時期、いや俺別に髪の毛やばくないよ。俺はストレートヘアだからね。
サラって感じの、サラサラする、やばいのってか梅雨って 何がやばいの。髪、俺髪染めてる、真緑持った、まあ、ちょっと染めてるぐらい。最近ちょっとね、なんか会社からのお呼ばれみたいな感じの集まりがあったから、そうちょっと黒に近い色だけど、梅雨髪の毛やばい、そう検索してみよう、まあ、Google 頼りになるな。髪まとまらない、別にまとまらないとかある、俺別にまとまってるわ今。アフロみたいになるの。時期によってアフロになるのか、いいね、面白いじゃんその髪型、羨ましいな。くせ毛とか天パの人はそうかな、俺天パのなんか天パのやつが、あの前髪がの上にカールしててすごい面白かった。もうちょっと育ったらね、リーゼントだもんね、育てたいよね。俺次わかんねえよ普通に。ホットペーパービューティーのヘアカタゴリーのその他カテゴリー、何その他カテゴリー、その他カテゴリーってなんだよ、ちょっと気になるな。ちょっと待って、ホットペッパービューティー俺配信で開けないんだよな。あ、よかった。あ、いや、出てるわ。マイページとか出てる。怖え。住んでる場所もろバレだからね。ログアウトしちゃう。よいしょ。ちょっと Chrome のね、コントロールシフト N で新しいタブ作るとシークレットタブが作れるっていうのすごい便利だから覚えといてほしい。これマジで便利かな。ホットペッパービューティーのヘアカタログとこれ見ねえな、全然。どうやって見んだその他って。どうやって見んだこれ。なんかオーナーの人しか出てこない。あ、これか。なくねこれ。その他。なくない？ある。難しい。ホットペッパービュー、メンズのその他、メンズのその他、お、ある。あ、やおーおーおお、なるほどね。やべえだよこれ。え、やば、なにこれ。え、すげえだろ、千手観音じゃん。九州先進式2017、やばすぎる。ありがてえ、ありがてえ、目立ちまくり間違いなしじゃねえよ。ありがてえよ。ホットペッパービューティーやべえな。その他すげえな。いやこれだろ最高、もうこれがもうトップじゃん、これ以上ねえだろ。キッズボヒカンヘア、やべえな。みんなもこんな感じなんだな。かっけえ、めっちゃかっけえこいつ、めっちゃかっこいい。コスプレやんな、もうここまで来たら。もうどんぐりマッシュ。やだな、俺これにはしたく、ありがてえな。いや、すげえすげえものを見れた、ありがとう。いや、世の中は広い。あの千手観音とかどうやったんだろうこれ。もう髪の毛ダメージとかいうレベルじゃねえだろうな、これ。これカツラなのかな。
どれにする、愚痴ツボどれにするじゃねえよ。こっから選ぶのかよ。やだよ。なんかどれか選ぼうとしてもよく見たらどっかおかしいやつしかねえもん。これはやだな。俺は普通の髪型だから、ね、そんな器用てらった髪型してない。パイナップルね。パイナップルの髪型、あの思ったけどさ、めっちゃ刈り上げてたから、刈り上げてて黄色に染めてたじゃん。すぐ伸びてきて黒くなって、ちょっと大変だよな絶対な。そういうとことかキープするのが難そう。一日だけそれっていうのはまあありかもしれないけど、その後地獄だもんね。千手観音よく思いついたな。パイナップル黒マスク高身長いたら話しかけていいか。別に話しかけるのは自由だけど、まあ、それは多分俺じゃない。サボテンの髪型はできそうだよね。サボテンの髪型は普通にできそう。ちょっとめんどくさそうだけど、セット大変そうだ。めっちゃ立たせないといけない。そう考えると、その後はゴリン狩り。なんだゴリン狩りって用語出すね。え、あ、そういうこと。あ、はい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 、坊主。ゴリン狩りって言うんだ坊主のこと。千手観音で全て持ってかれた感じはあるねこれ。正直変な髪型にしたら後で後悔すんじゃん。やだよな結局は。そう、やっぱ髪型変えるときに求めることって結局は見た目と、あとはその見た目と、あのその伸びても大丈夫なやつと、伸びても大丈夫であること、そしてあのセットが楽であること、雑なセットでなんかよく見える感じになること、その3点特に大事だと思う。グッズくらい背高いとランド、そうだね。ランドマークって何？ちょっと専門用語。ちょ、ランドマークは知ってるけど、具体的には意味。あ、地理学上の特徴物ね。はい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 。別に変な髪型にしなくてもランドマークになるもんな。身長あったら。いや、でも身長あってもあれっすよ、もう本当に。電車のつり革には頭ぶつけるし。ね。まあ、身長ない人の、あれがわかんないから。マジよ。すぐググるやんって。いや、これいいことだと思う、俺は。これいいことだと思う。すぐググれるってのはいいことだと思う。だって俺が今ここでランドマークって何ってみんなに聞いたらワンテンポ送れんじゃん。俺何でも気になったら調べるからな。そういうとこだぞみんな。みんなもなんかな、このゲーム何って聞く前にとりあえず Google でゲーム名をね検索するという。そんな感じでお願いします。歩くポケストップ、誰がポケストップだよ。いいな、俺最近ポケモン GO やってるからね。ずっとルアーモジュール耐えてるか俺。チビにマウント取ってる。ああ、マウント取ってねえ、マウント取ってねえ俺は。小さくてもいいじゃんな。身長低いと何が困んの。この配信者誰って。どうもグッズソーと申します。そう、ちょっとめっちゃ嬉しかったことをこっそり言っていいか。これ言っちゃうとちょっとあれかもしれないんだけど、さてね、グッズツボ、そう、俺の大百科に
ムー大百科の掲示板になんかめっちゃ嬉しいこと書いてくれてたから、あ、嬉しいなって思っただけです。すいませんでした。いや、褒められてたから、わーって思って、なんかみんなアンチ的なこと書いちゃダメだよっていう。やっぱみんな匿名だと悪口書いちゃうから、いや怖い匿名は。俺が今ニコ生で配信しない理由の6割ぐらいそれだしな、匿名になるっていう。ガチ怖い。大学の掲示板見てるの怖って。いや見るだろ、見るだろ、毎日見るわ、毎日は。もっと3日に、いや1週間に1回見るな。エゴさんもここまで来るかって。俺マジでどう言われてんのかすんげえ気になるタイプの人だから、もうツイッターは調べるし、大百科も見るし、定期的に愚痴つぼこチャンネルで検索して晒されてないか確認するし。いや怖くね、なんか言われてたら。俺はもうそれを改善したい。なんかいじめられっ子みたいなこと言ってるけど、なんか悪いことあったら言ってみたいな。それで好意的なこと言われてると俺はもうハッピーなわけよ。割と見るだろそれは。気になる、そういうの気にしない人はもうすごいいいと思うけど、俺気になる。繊細だからね。ガラスのハート、ガラスの少年時代みたいな。モーさんこんばんは。すぐ調子乗る感じのせいか。俺調子乗ってるっけ。調子は乗ってない。調子に乗ってるんじゃないから、実力に見合ってるからね。調子に乗ってるわけじゃない。その割には DVD で配信者キャンプしてたやつが、俺何言われるか気になるから。キャンプしたら絶対何か言われるじゃん、それが気になる。なんか俺なんかおかしいのかな、おかしいこと言ってる俺。配信者キャンプしたらその配信者は絶対何か言うじゃん、それが俺を喜ばせる。いいか、だから嵐に反応するやつは嵐ってのもそういうとこだよ。そういうなんか構ってほしい言動するやつは構ってほしいんだから。構ったらもう大喜びよ。いい反応だろうが悪い反応だろうが、何して楽しいのかなって言われても楽しいって返せるから、キャンプしててキラー楽しいのかな、楽しいみたいなね。もうそんな感じ。難しい、そこは難しい。別に俺人の喜怒哀楽が、人の喜怒哀楽で食っていってるから、ね、ワタミ。キャンプしてその配信者にドヤ顔頼りしてこいって。あのなんかね、キャンプしてぶっ殺した後に、YouTube とかに、こんばんは、先ほどの何々です、大佐ありがとうございましたみたいな、先ほどのナースです、大佐ありがとうございましたみたいなことを書きに行くと、あ、さっきのキラさんねみたいな。もうそれだけで終わられる、なんか、大体ね。で、あとでアーカイブ確認して悪口言われてるのを見て、うっみたいな。うっみたいなね、気持ちになるの。いやー、楽しいね。米とかほっかほっかしてるの見る。あー、わかる。わかるな。わかるな。ねえ、もう囲いが炊いてんの見ると、あー、もうやべえ。嬉しくなってきた。もう今からどっか配信開いてキャンプしに行きたいもんな。フェイスキャンプしながらキャバブしたいもんな。そしてさらされそう。俺積極的にはやんない。配信してるって、俺が配信外で DVD やってて、プロフィールに配信してますって書いてたら割とやる。そしてあんま有名人相手だとやれないっていう、この、ね、強き者に弱い。弱きをくじき、強きにこびる。それが俺の心情だからな。仕方ねえ。でも割と DVD でさ、サバイナーやってて思うんだけど、なんかキャンプされても俺別に腹立たねえんだよな、最近。いや別に腹立つのは普通だと思うよ。最初腹立ってたし。キャンプされて、なんか、いや、クソだなーっていうのはいいと思うけど、俺なんか最近腹立たねえな。なんだろう。
まあ、やっぱり聖人君主の面がここでも出てくるな。クソ野郎、クソ野郎で結構そうやろ、みんなみんな結局長いものには分かれんで、生き残るには弱者潰して強者につくのが一番。そうよ、若い芽を積んで、若い芽をね積んで強いやつに媚びとけばな、自分はね甘い蜜を吸って、その界隈が滅びようと甘い蜜を吸える。ちょ、目薬さしていいか、刺すわ。あー聞くねえ、許可を取るね、やばり許可くれなくても刺すもんね。プロゲーマー媚び売り部門、うん、まあでも、で俺最近ねツイッチで配信してて、なんかね、なんか安定して3、400人ぐらい来てくれてんの、いやすごいすごいよね、すごいすごいよね、語彙力はなくなるわ。なのに、まあ、まあこの程度だからなのかな、やっぱりね、特になんかお誘いが来ることは何もないっていうのが、いや求めすぎだよなこれは、すいません本当に求めすぎですわこれは。いや、アマゾンプライムっていいな。アマゾンプライムいいな。突然だけど。アマゾンプライムってすげえしな。いや、特になんか、ロジクール G のシリーズのゲーミングデバイスとか売ってるしね。いや、そういうとこすごいし、LG のモニターとかすげえいいよね。いや、すごい。ほんとに。いや、マジでいいわ、アマゾン。いや、アマゾンいいな。よろしくお願いします。今俺使ってるモニターは BenQ だし、使ってるモニターは BenQ だし、ヘッドセットはレーザーっていう。唐突にこびるなんて、いやーすまん。こびって大事だと思うから。まあでも、つってもね、俺、もしなんかに所属するかって言われても絶対しないと思うわ結局は。需要があるとかどうかはそういうのは全部置いといて、もし俺をなんかそのチームとかにストリーミング部門みたいに誘うなんかチームとかがいても絶対に断ると思うわ。ゲーム GWiz とかに、まあもし、いやもういいや、ゲーム Wiz とかになんかもし、いやこれはね本当に向こうが、まあ、俺を呼ぶ理由はないけど入りますかみたいなこと言われても絶対入んねえと思う。契約金あっても入んねえ。俺配信はね趣味でやりたいわ。なんかよくさ、なんか好きなことで食っていけたらいいなみたいな話はあるけど、俺好きなことで食っていきたくねえよな。好きなことで食っていきたいの。俺なんか適当な仕事して趣味は普通に趣味でやりてえわ。そう、仕事にまでしたくない。仕事になったら義務感が生まれるよね。やんなきゃってなるよね。そういうのはねちょっとやだな。I want you、 うん、まともなこと言ってて、俺は常にまともなこと言ってるから、俺の自己評価で自分のいいところはやっぱりね、ちゃんと意見を持ってる人というね。はい、そういうとこ見習ってけ、みんな見習ってこう。趣味の方がよくない？趣味だからこそ本気でやれるから。
Exactly、 その通りでございます。何なんだこいつは。俺はちゃんと自分の意見を持っていきたい、まあ、それが正しいことか正しくないかは置いといて、ちゃんと意見を持ってきて、ミスさんのそういうとこ好きです。はい、な、もう一度言ってやれ、もう布教しろ、それを言語化して布教しろ。もうこの人ジョジョネタ伝わんないや、伝わるから。空こぼれ落ちた2つの星がみたいな。マジシャンズレッド、マジシャンズレッド、はい伝わった。なめんだよおめえ。いやー、なんかレーザーの人がいきなり無償でデバイス送ってきてくんねえかな。誰でも自分が可愛くて自分が正義なんだ。そうだよ、自分に都合のいい意見が一番正しく見えるからな。それでいいよ別に、自分の意見を持つのはいいよ、他人に押し付けなければ。みんな分かったか、自分の意見を持つのはいいけど他人に押し付けちゃいけないんだぞ。みんな他人に押し付けるなよっていうね。この富士山そういうとこ寿司です。うん、みんな押し付けるなよ、押し付けるなよ。最近囲い増えつつあるけど、ピュアレスにコビコビしてて別にしてないよ。一つね言っていいのはあれだな、まあ、俺が愛知県春日井市に住んでるって思ってるやつはまだ甘いな。押し付けるなよって押し付けてる。そうだよ、よく気づいたな。愛知県春日井市沿いの五十嵐さんだけど。俺あのなんかワンショット配信の時に左上にレポートさん、なんか建築家の五十嵐みたいなことを書いてたら、心配して DM 送ってきてくれた方がいるからね。申し訳ねえ、心配させて申し訳ねえ、ありがとう五十嵐。五十嵐和樹って名前でレポート置いてたけど、和までしか見えんかったね。どう考えてもしか見てもそうだよね。それポケモンはポケモンもし割ってたとして、あんなところにポケットモンスターエメラルドカッコ割れカッコ閉じって置いといて、デスクトップ映すやつ頭いかれてんだろ。あんな綺麗なデスクトップ、そう、俺のデスクトップでね散らかってんだよ。あのデュアルモニターじゃん、あのサブモニターの方にショートカットとか、あのファイルとかフォルダとか全部ドラッグアンドドロップして写しといた。ドラッグアンドドロップはしてないよ、ドラッグして写しといた。いや隠しといた、このなんかタンスに押し込んでちょっと片付けたみたいな気分になった、あの感じね。まあでもそれで事なきを得たから、あんまデスクトップとか見られたくねえよ。そのデスクトップを見るとその人の人間性がわかる。ゴミ箱に入れたら綺麗になる、ありがとうアドバイス、入れとくねえじゃん。デスクトップ散らかってるやつはねやっぱダメだわ、あれはフェイクで本当に割ってるんですよ。それだったら頭脳派だな。じゃあもう俺が明日あたりエメラルド配信したらもうそれはあれだと思っていいよ。正直リスクを犯して割って配信するぐらいなら俺は買いに行くわ。さすがにな、今日オール配信しないよ。俺どんぐらい配信してんの今。あ、ナイトボットおめえ1時間半。はあ、そんな配信してんだ。まあ、でも今日はね、そんな長くする予定ないから。はあ、そうだな、じゃあもう今日はもうこの辺りですごいいいか。
2時半だぞおめえ。俺今から3度目の風呂に入んだよ。ってことでね、今日はこの辺りで終わろう。もうせっかくだからこれ YouTube にそのままエクスポートするか。コメント見えねえわ。ナイトボットじゃなくてコマンド、あ、コマンドだ。リーさん、すげえタイミング、ありがとう。ヒソンもこう結局やんなかったな、でも。入れてくれた人すまん。てか、序盤コメント全く見えなかったけど、もしかしたらエクスポートするかもしんない。ね、YouTube にね。ていうことで、もう2時半なんで、今日は終わります。久しぶりに雑談配信したな。久しぶりに雑談配信したけど、やっぱ雑談配信って楽しい。楽しいから、楽でいいな。楽でいいとか言っちゃうとなんか違うな。でも楽しいです、これ。じゃあ、お疲れ様です。また。明日とは言わんけど、明日するか分かんないから、じゃあ、バイバイ。